今ゴングが鳴らされています。プレッシャーをかけようと左赤いグローブは林健太、 K-1 ジムチームドラゴン、対してファングジムは川中清、右側に回っていきます。サウスポースタイルからのミドルキック、中村さん、林健太が強打者ですが、はい、帰ってまいりましたね。そうですね、まあ、林選手は兄弟でチームドラゴンでずっと活躍してきた選手なんですけど、まあ、ちょっと時間が空いて、まあ、復帰戦というかは再戦という形でまた戻ってきたんですけど、まあ、すごくこうお休みする前から、はい、この好戦的で強いファイターとして注目されてたんで、またここから、ね、どんな活躍してくれるのかすごく楽しみですね。これ回って攻撃の機会を伺うのは川中クラッシュ初参戦ですね。そうですね、アマチュアボクシングの実績があって、まあ、今まではいろんな大会で活躍したんですけど、はい、まあ、ちょっとここまでは林選手のこのプレッシャーがすごく目立ってますね。小入巻選手、これ林のパンチ強烈ですね。いや、ものすごいですね。相手が右に逃げようとしても、しっかりと右に逃げさせないようにしっかり固定しながら狙っていってますね。で、右に逃げようとしても右にも行かせないんで、相手からすると相当プレッシャーが強いですね。回らせない、逃がさないというのは小入巻選手も放送の中でよくおっしゃってますね。膝、そして左から右、ワンツー、捉えた林の拳、川中ダウンです。立っていますが、あ、これセコンドの方に向いてまた向き直ってという川中です。左フック右フック、さあ KO が見えてきたか。林のパンチ、復帰戦でその回転力、拳の強さ、右ストレートガードが下がっている川中、それでも川中もパンチ強い。当たったのは林健太の拳、レフェリーがもう試合をストップしています。